食いたい。これでやればいいんだろ。広いね。かっけー。今俺がハマっているのは何でしょう。おう、ワンピース。おお、確かに今盛り上がってるね。欲しいね、うん、いい選手。おう、ワンピースやっちゃった、まさか。正解。あなんだそれお前。3対3のチーム戦ということで、実質ね、海賊戦同士の構想になるわけですよ。海賊？負けてしまった方は、チーム内でじゃんけんをしてもらいます。はあ、その負けた人と、哲也は、じゃんけんをし、ん？その負けた方は、1週間、トラファルガー牢生活です。なんでだー。それではやっていきましょう。どうしたどうした。トラファルガー牢生活っていうのが罰ゲームってことですね。はい、そうです。トラファルガー牢生活です。ちょっと知ってます。ワンピースの人。そうです。なんで関係ないじゃないですか。で、トラファルガー牢っていうのは人の名前とかをね、物とか呼ぶときに丸々やってつきがちなんですよ。牢はルフィのことを麦わらやってみます。なんでキャラ付けです。僕たちも理由はわかりません。まあでも、ナミのことはナミやって言うんで。やりすぎじゃないですか、普通に。で、何が。いや、だから今、多分説明は一緒じゃん。いや、わかるよ。トラファルガー牢はわかる。哲也がなんで罰ゲームジャンゴにしたの。そう、お前がなんで、なんでお前決勝確定なの。罰ゲームジャンゴって言った今。罰ゲームジャンゴ寝ちゃうじゃねえか、お前。自分がね。罰ゲームジャンゴじゃないです。バカ野郎、そんなどうでもいいんだ、そんな。お前が今、ワンピースに今更ハマってるだけの話を持ち込んでるじゃん。史上持ち込んでるの、今。俺は今、罰ゲームで史上持ち込んだ。うん、だから、持ち込みたい。お茶でやれ。史上持ち込みたい。うわ、早い。何食った。ナミ。ナミの牛丼。ナミ牛丼。ナミ、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 ちょ、待って、ノーヘルすぎない？え？これの兄ちゃんノーヘルすぎない？でも三輪か。三輪だからいいの？いや、三輪って出しちゃったバギーの三輪じゃん。バギー？バギー？お前、気づきの顔やめろってよ、お前。え？は？シャーロット・リンリンじゃん。うわっ。おー、ビッグマムだぞ。ビッグマムじゃん。違う。ビッグマム脱毛があったぞ、今。ビッグマム脱毛。え、トランクルーム。トランクルーム。え、みんな、会社見て。ユースペースキットじゃん。キャプテンユースペースキット。黙れよ。トランクルーム。やりすぎる。あと1店舗行って帰るぐらいしかできない。もう行くしかない。向こうにだよ。満腹屋だ。なんで負けると分かっていくんだよ。なあ、行くしかないだろ、もう。なんでなんだ。だって3点差。食いたいって言え。食いたい。最初はグー、じゃんけんぽい。盛り上げたかった。結構盛り上げたかった。いい。責任を持って、私店長の哲也はね、トラファルガー牢になりたいと思います。噛みすぎ。噛みすぎだよね。噛み噛みの能力者。噛みすぎだよ。いやー、よかった。なるほど。おもろ。おもろ。ヤドモトカヤの芝居の。ヤドモトジンス。ラブス。ラブス。シャープス。シャープス。これでやればいいんだろ。おお、あ、本気だ。お、よーい。よ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 い。うわ、でかい。でかい。よい、よい、よい。よーい。マルコじゃない。マルコが来た。あの、決定が入ってるんだよ、多分。もう何も考えない。え、じゃあちょっと。ちゃんとさ、走りに行って。ケツはさ、何番で入れたんだっけ。ルーティー。部屋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 がどうした。哲也どう。哲也これどうやってやればいいの。アドバイスとか使いすぎだよ。自分の命削ってるからね。今叱ってきたわ。ルーム言い過ぎじゃない。ルー困ったらルームって言えばいいからって言ったら、それからルームしか言わなかったの。ジャンブスって言えばいいの。いやー、なんだよ、全部しけちゃってるじゃねえか。しけしけの実、不便も多いな。アイコスをーっと。よいよーい、ショット。バミリ完了。
これで俺はいつだってこの元通りの位置に戻れる。バミバミの実の能力者さ、君の心もバミっちゃおっかな。バッ、俺はイスイスの実の能力者、ソソソファソフォ、ターゲットが座るのを待ってるぜ。ソファババ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 バソファバババなんだこれ、邪魔だな。え、ちょっとやめて、置いて、ねえ、どこでどこ、ねえ、ソファバババババババ。すいません。はい、なんですか。東海オンラインです。はい、先ほどはいと言われた件についてなんですけども、はいというのはガチですか？ 50% っていうの。そうえ、この報告の進み具合見てさ、あ、まだ行きそうだなって思うの。お前、あの人の余裕さ、ほぼ青木地と同等なんだよな。あ、すいません、青木地さん。はい。なんかだいぶ涼しい顔出してますけど、まだ始めたばっかなんで。いいリズムだよね。逆に虫さん結構余裕持ってゆっくりやってるけどさ、スピード出した方が安定するんでね。まあちょっと引き続き頑張ってください。はい、やります。まあ回んない。いや、男海賊団船長トシミツ。この海渡る船をいただきに来た。ほら、やめた方がいい、やめた方がいいでしょ。これええやんだな。ええやんよ。ああ、いや広い。いや、いいやん。広いね。徹夜に頼んだら3時から前に書いてって言うから、うん、まあ、じゃあ書いてあげるか。にじんじゃってんだよな、この、ちょっと許せないよ。眉毛ペンで書きなよ。ねえ、なんでマッキー、なんでマッキーペンなんだよね。これに関してはお前だからな。お前が、徹夜、眉描いてじゃあなんだ今の、なんでって。依頼に 100% 答えただけですよ、私は。しかもちょっと口角上げながら徹夜に頼んでたからね。ワクワクしてんな。向き全部左。え、ここはちょっとあの、ビンスモークリスペクトです。あ、だよね、これ3時だよね。本当にこれさ、3時こうなことある。だって普通こうか、こうじゃない。しかない、66だね。3時はこうだ。まあ左右非対称。66、あ、そういう意味なの。ジェルマですか。あ、そうか。こんな眉毛大丈夫ですか、小田先生。本当ですか、これ3時ならいいんだよ、お前だけ。せめてこうこうにした方がいいと思うんですけど。だったらフランキーの体とかいろいろあると思うと。本当かよって。フランキーになってやるかもしれない、イベント当日。改造してきちゃった、自分で。改造してきちゃったぜ。徹夜がガー